演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。山本のり店というお店のウニのりというものを食べてみたいと思います。ウニって聞くとお寿司のイメージありますが、こういうのあるんですね。と言ってもそんな語りのほど食べたことないですね。ちょっとだけ食べたことは何ことかないんですけど、どんな味なんだろう。だから本当に想像つかないんですよね、これがどんな味なのかっていうのが。今で見た目はこの味、表面にまぶしてある形ですね。ではこれをここにご飯いっぱい用意しすぎたかな、これ海苔に対して。とりあえず食べてみましょう。ではわ明らかにアンバランスになってます。もうこのままだとバリバリになりそうなので、はい、できました。ではこのままいきます。いただきます。通常の味付け通りと比べると確かにウニのような海鮮の味はしました。そこまで強烈に来るわけではないですね。ほんのりさっぱりとした塩味で美味しい海苔でしたが、そこね、ウニがそこまで来るってわけでもないですね。まあ冒頭でも言ったようにウニをそんなに食べた記憶がないので何とも言えないのですが、なのでウニを求めてる方にはちょっと物足りないかもしれないですね。まあ変わり種の海苔としてはいいと思いましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。こういう海苔もたまにはもっと食べてみたいですね。そういうのが生活ができるようになればなと思ってしまいます。まあ自分の努力なんですけどね、要は。それでは、桜舞う必要あるかな花ばかり。桜が舞っている毎日、なんだか神秘的ですね。でも別れだからちょっと辛いかもな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。